幕の内が体を揺すって近づきます。一方静かに迎撃体勢を整えるチャンピオン、両者手の届く距離になってきた。スパーの時はガンガン出てきた、本番はどうなんだ。左をぴったりと折りたたんでる、スクリューブロー封じか。さてと、どれだけ進歩したか、まずは肌で感じてみねえとな。早い、打ち方にまるで無駄がない。しかも踏み込んできた伊達さんは打ち合うって言っている。もう踏み込んできちゃやった。見事なシフトウェイトだ。避ける動きと攻撃を直結してやがる。今の右、明らかに威嚇だぜ。さしずめ、あの時とは違うぞってとこか。おお、小僧め、小尺にも拳で会話しよった。挨拶は済んだか。ならば行け、挑戦者から前に出る。よーし、行くぞ。左をついてもらえ、打ち合いに捨てやうな。チャレンジャーが打ち合いに来たんだ。チャンピオンが引けるかよ。かすったくれじゃ止まらねえか。一歩の出来がいい。これおっさん苦労しそうだぜ。ハイスピードの接近戦じゃスクリューブローみてえなためのいるパンチは打てねえからな。この距離ならスクリューブローは来ない。左右で連打だ。回転を上げてきやがった。なんてやつだ。伊達が末だけでかわしきれなくなってきた。低いところからちょこまかと顔を出しやがれ。パパ発生。やべ、今上げしまった。ガード間に合われ。しょうがねえ、一発もらってやら。ようやく顔が上がったな。打ち終わりを狙われた。避けられない。歯を食いしばれ。ただでもらったわけじゃねえんだよ。やった、幕の内ひるまない。どんどん前に出る。挑戦者らしい気持ちのいいファイトだ。行く一歩下がら。上沢、上沢、なんすかこんな時に。あのチャンピオン強いんだ。当たり前じゃないですか、チャンピオンなんすから。頑張れ一歩。なんと堂々と戦っとるんだ。気弱な生徒という印象しかなかったんだが。頑張れ幕内。いい気合いのノリだ。怖いもん知らずの若さってやつは手がつけられねえ。だがまだこういう味は出せねえだろ。逃げて抑えろ。やった、チャレンジャーの動きが止まった。なんだ、テンプルは抑えたぜ。アンダージーイヤーだ。耳の裏三半規管を揺するパンチだ。なぜのワンツーガード。焦ったな、チューリップガードだ。攻守交代。伊達の強制、幕の内ボーナス一歩。流れを押し戻さなきゃ。あっと、チャンピオンの左幕の内ぐらついた。一気にいけるか。いかん、大きいのが来るぞ。ドッグスクリュー。シン、危なかった。やっぱり距離を取られちゃダメだ。多少強引でもくっつくんだ。幕の内体を預けて追撃を通し。コークスクリューは早すぎたか。さすがにもう少し弱らせないと決めさせてくれねえや。おいおい、こんな距離から撃つのかよ。有効打を打てる隙間なんぞ。一発で終わらせた。手応えあった。このままペースを取り戻すんだ。驚いた、あの距離じゃパンチは死ぬもんだ。
まあ、たしても攻守交代、挑戦者の火の出るような連打だ。いざ一発、あんなのがあるんじゃクリンチもできやしねえ。あらば打ち合うまでよ。どこ際でも打ち合いだ。チャンピオン手数で挑戦者に対抗、チャンピオンの意地か、真っ向勝負だ。挑戦者も前に出る。止まない、止まりません。ここでゴング。両者判定などまるで頭にないかのような第1ラウンドが終了。放送席の採点は10対10、両者全くの互角です。ますますの敵じゃ、堂々と前に出てる理想的な挑戦者じゃ。どうした、ダメージあるか。大丈夫です。でももう一つペースがつかめなくて。なかなか肝心の一発は打たせてくれんわ。しかもパワーで上回る貴様に真っ向から打ち合いに応じてきとる。誇り高く度胸がありクレバー、さすがじゃ。強いです。次の瞬間何をしてくるか見当もつきません。強いパンチで攻め立ててもうまいパンチでチャラにされちゃう。ようやく実感が湧いてきました。チャンピオンと戦ってるんだって。答えるわ。あのボディは思わずひるくったもんをリバースしそうになったぜ。俺とやった時は10センチのパンチなんてなかったっすよ。ボルグ戦よりまたレベルアップしてるってことか。確かに見込みが甘かったな。スパーの時の坊やのイメージが抜けてなかったようだ。採点し直そう。青コーナーにいるのは紛れもなく最強の挑戦者だ。セコンドアウト。おうおう、やる気満々の面してるぜ。こういう相手は左フックかまして回しちまうのが手なんだけどよ。ボックス。笑われちまうからな、この男に打ち勝てなくて。何が世界だってな。第2ラウンド早々足を止めて打ち合いだ。チャンピオンスタンスを広げて挑戦者を迎え撃つ。幕の内を返す。激しいパンチの応酬だ。異常に盛り上がってやんな。当然だ、どっちがいつ倒れてもおかしくねえ打ち合いだ。だがありゃ一歩の距離だ。このまま打ち合えば流れは一歩に傾いてくるぜ。気持ちはわかるぜおっさん。挑戦者を力でねじ伏せて国内最強の称号が欲しいんだろ。だがよ、欲張りすぎると痛い目見るぜ。均衡が崩れてきたか。やはり接近戦はパワーの幕の内か。ガードが間に合わなくなってきやがった。いける、きっかけを作って一気に切り込む。ジバーブローカー、フェイント。みっともねえ、引っかかっちまった。いける、上に右。右、大きく伊達の首が吹き飛んだ。あ、こっち突っ込んだ。ラッシュの体勢。綺麗に3つ入った。もう一発入った。やっとここでゴング。3分があっという間の攻防です。第2ラウンド打撃戦を制したのは幕の内。放送席の採点は10対9、このラウンドは挑戦者が取りました。惜しかった、10秒あれば。でも絶対効いてるよ、次のラウンドいけるよ。あれ、どうした。効いてません。なんじゃと。伊達さんにはダメージはありません。フルスイングして当てたのに、僕の拳に何の手応えもなかった。パンチは当たっているはずなのに何か違うんです。いつもならガツンって肩まで手応えが響くのに、
なんかこう。そんなはずはない。伊達の首は派手にねじれとったわい。きっちりヒットしてるはずじゃ。あれだけの打ち合いの最中のことを夢中でわからんかっただけじゃ。はい。自信を持て。押しているのは貴様じゃ。貴様のボクシングはチャンピオンに通用しとるんじゃ。はい。大きな声で。はい。接近して小さいのをバンバンじゃ。はい。みっともねえ。ゴングに救われた形になっちまったよ。うめえなあいつ接近戦。し、伊達さん、次のラウンド距離取って休みましょうよ。少々旗色悪いっすよ。自分のボクシングに徹してください。幕の内の距離の中じゃジリ変ですよ。な、伊達さん。これも俺のボクシングさ。チャンピオン、3ラウンド目から足使うんだろうな。いいの入ったもんな。どうかな。今日の一歩の踏み込みは抜群に早い。足使ってもガンガン叩き込まれるぜ。ってことはチャンピオンは八方下がり。こいつはもしかするとベルトは目の前だぜ。そんな簡単に行くかよ。相手は尊上そこらのおっさんじゃねえぞ。あのおっさんだぞ。けど作戦ミスったのは確かだな。どうすんだおっさん。セコンドアウト。さあ3ラウンドの開始です。チャンピオン、先ほどのダメージがまだ残っているでしょう。挑戦者チャンスです。このラウンドをビッグラウンドにできるか。梅沢、いけるんじゃないか、このラウンドで。チャンピオンも手強いですからね。まだまだ分かんないですよ。決めちゃえ、決めちゃえ。一歩、伊達さんが下がってくれたら大チャンスだ。そのまま押し切るぞ。よっと、なんとチャンピオンから前へ出た。伊達さん、いげー、こう来た。そのまま打ち合いだ。隊長、なんか言ってくださいよ。伊達さん、ムキになってますよ。完璧にリズムに乗ってやがる。よっと、当たった。早いコンビネーション。しかし、ひるみません。早くても軽いパンチじゃ一歩は止まらねえよ。チャンピオンの意地もいいけどよ、このままじゃただのおっさんになっちまうぜ。挑戦者リバーブロー。そのまま猛烈なチャージ。馬力に物を言わせてブロックの上から叩きまくる。ボディじゃ腹を打ってガードを下げさせろ。ここだ。まただ。また手応えがない。そんな、バカな。当たった。ねじって、自分で首をねじってパンチの威力を流しやがった。派手にねじれるわけじゃ。自分でやっとったのか、あの接近戦の中で小僧の強打を。殺してたよ。聞いてない。伊達さんにはダメージがない。いかん、止まるな。首をねじってパンチを殺す、あんなことができるなんて。手を合わせれば合わせるほどあの人の凄さを感じさせられる。ニュートラルコーナーで悠然と相手を見下ろすあの佇まいが、あれほど似合ってる人はいない。5 6 やります。
何感心してんだ。見下ろされてるのは僕じゃないか。大丈夫だよな。フラッシュダウンさん、聞いちゃいねえよ。小僧、ダウンのことは気にするな。自信を持って打ち合え。どんな技術を持っていようが、さばききれないほど手数を出せばええんじゃ。はい。よしよし、まだ戦えるぞ。こうなったら倒し返せ。ダウンを取られてなお客席が沸きます。逆転 KO はもはや幕の内の代名詞。この期待に応えられるか。さばききれないほどの連打だ。挑戦者仕掛けた。左、力強いスイング。ダウンの影響は見られません。伊達、気をつけろ。そいつはダウンすると目覚ますぞ。逆転 KO なんてシャレになんねえぞ。先生、見ててくださいよ。クーパーはこっから強いっすから。おう、よーし、ダメじゃねえ。行け行け。伊達さん、落ち着かせるな。挑戦者下から猛烈に突き上げる。チャンピオンブラックも何度も現れます。うお、すんげえ破壊力だ。ガード壊すのも時間の問題だぜ。いいよ、一歩くん。ボディならねじって避けられない。君のパンチは効くんだ。ガンガン叩いて。よーしよーし。気づかんか、やりちゃん。一見派手にボディーブローが炸裂しとるように見える。柔らかいブロックじゃ。普通なら固く踏ん張ってしまうところを力の作用に反発せずにガードを流しとる。おそらく小僧はまた手応えがないと感じとるはずじゃ。手応えがない。スカスカだ。またパンチが殺されてるんだ。脳から指令が各部の運動神経に伝達されるのに 0.2 秒かかると言われてる。ボクサーのパンチは 0.2 秒より速い速度で飛んでくる。筋肉の柔軟な外国の選手なら当たった瞬間パンチを流すのは可能じゃろう。しかしそれを持っとらん日本人があの技を成し得るのは予測じゃ。しかも単なる予測ではない。スイングのスピード、角度、さらには小僧の性格まで考慮した完全無比な洞察力。動きどころか感情まで読まれとる。そろそろあちら側も気づいたかな。さぞぞっとしただろう。起きた。第一ラウンドが終わった時、伊達が認めたろう。幕の内は最強の挑戦者だと。はい。修正していたんだよ。幕の内は以前のイメージと違っていた。だから打ち合いの中で再構築していったんだ。相手の技術的、精神的レベルをな。今では幕の内が何を考え、どう行動するか手に取るように分かるはずだよ。感情まで読まれた。だとすると強打者ほど手応えがないのは気になる。もっと早く、もっと強く打とうと気が早く、もっともっとという気持ちが大振りを生む。このままじゃ、このままじゃダメだ。なんとかいいのを入れないと、またさっきみたいにあっという間に倒されちゃう。いかん。ガシャン右、綺麗に入った。やられた。大振りを狙われた。ここで出た。沈黙を破って一気に勝負をかける。幕の内棒立ちのところを打たれた。連打連打、大ピンチだ。やっと効いた。反撃できない。幕の内滅殺だ。逆転 KO どころではありません。押しが起きた。ダウンか、倒れるか。倒れてしまうのか。しかしさすがチャンピオン。接近戦を信条とするこの若い挑戦者に、その接近戦で見事に打ち勝ちました。そしてこのガッツポーズ、強いのは誰だと言わんばかりのパフォーマンスです。Oh.
でいけますよ。伊達さん、早く座れ。無理もねえ、殺してたとはいえあの兄弟をもらってたんだからな。さすがにしんどい作業だ。喋らんでいい。とにかく休め。次のラウンドに備えるんだ。ああ、次はもっとエネルギー使うぜ。予定じゃ KO ラウンドだからな。あれがひどい、氷を。はい。しのめ。はい。落ち込むな。相手も腹ついとったんだぞ。聞いとるんだ。でも、決定打になりません。前もって予測してるとしか考えられません。僕の打ち方に癖でもあるんですか？それともリズムが一本調子になりすぎてますか？そんな生やさしいものではないと。癖やリズムをインプットしたとて全てを予測できるというものではない。人間同士の戦いにおいて重要なのは性格、感情の読み、すなわち洞察力や。洞察力。キャリアに裏落ちされた凄まじい経験がそれを可能にしておる。ベテランにしか出せない味だ。年を重ねるほど培う英知、それが伊達の武器よ。じゃが若い貴様には怖いもの知らずという勇気がある。対抗できる武器がある。次のラウンド必ず仕留めに来る。絶対引くな。打ち合いはお前にとってもチャンスなんてからな。はい。インファイトの鉄則は小さく細かく早く。もう一回。小さく細かく早く。よし。さあ第4ラウンド、挑戦者まだダメージが見て取れます。チャンピオンはチャンス。 KO ラウンドになるのか。すごいっすよ。今まで見てきた中で今日の伊達さんは一番強い。改めて尊敬させられますよ。チャンピオンやはり出た。挑戦者も出る。打ち合いです。ナイスファイトだ。チャンピオンアッパー。よく効いた。くそ、小さく細かく。もう時間の問題だな。今回は逆転 KO は無理だよ。そう何回も奇跡は起こんないよな。何言ってやがる。あいつはいつだって期待に応えてくれたじゃんか。今度だって奇跡を起こすよ。何やっと応援団長、あそこで同窓生が頑張っとるっていうのに。そうだ、声出せ3年 B 組。頑張れ一歩。まだまだいける。ホールの一角から必死の幕の内コールだ。粘るぜ、まだブロックするかよ。体が曲がれた。今だ。小さく細かく。振りがそれでブロックが間に合わねえ。しかし殺せ。早く。赤の内左。やった、ベストマッチの手応え。チャンピオン掴んだ。よっしゃ、逆転した。よくぞわしの意識を守りおったわ。チャンスじゃ。はい、続けてリバー入った。耐えた。なら行やった。ガゼルパンチクリーンヒット。よし、ボルクさんを倒した時と同じ手応えだ。これは耐えられない。誰か、ボルグさんを倒したパンチなのに。お前の拳は軽い。あれじゃ俺は倒せねえ。僕のパンチは通用しないのか。すげえパンチだ。意識を根こそぎ刈り取られそうだった。だがこいつはボクシングをただ好きなだけの男の拳さ。倒れるわけにはいかねえよ。
味わえ。これがチャンピオンの拳の重さだ。止めた。ガードの上からねじ込んだ。やばい、一歩のやつのシートを起こしてるぜ。畳み込まれる、破壊力なら船頭さんやボルグさんの方が上だ。だけどパンチの質が違う。一発一発に負けてたまるかって執念が込められてる。これがチャンピオンの拳か。チャンピオン下がる。10人の男をマットに進めてきたマックオーツのピンチプロを浴びても全くひるまない。信じられねえ、一歩のパンチを浴びて打ち返してくるなんて。伊達さんってこんな打たれ強かったのか。おっさんは世界戦で2ラウンド KO 負けしてんだ。決して打たれ強いボクサーじゃねえよ。我慢強さで必死でカバーしてんだよ。さっきだって一歩が半失神してる時ぐらついてやがった。相当ダメージあるんだよ。小僧はあの瞬間を見逃している。このままじゃ何を打っても効かんという暗示にかかっちまう。リバーからガゼルパンチのコンビネーションは完璧だった。なのにこんなに力強く打ち返してくるなんて。僕のパンチは通用しないのか。どうすれば、どうすれば。普通に顔を歪めて打ってるおっさんの顔を鬼の形相と勘違いしてやる。ビリやがってバカ野郎が。チャンスなんだよ。挑戦者バランスを崩した。コックスクリュー。強烈な右、しかしカラオケブロッカー。心臓狙いだ。予告通りフィニッシュにかかりましたね。まだハートブレイクショットを決められる段階じゃない。その判断ができないほどさっきのガゼルパンチが効いしまってる。そのパンチは丁寧にブロックしろ。心臓打ち狙いはお勉強済みかよ、このガリベン野郎が。フィニッシュを狙って大振りになってる。手を出せば当たる。でも、でも何を打てばいいんだ。やった、チャンピオンの左がまともに入った。挑戦者の膝が落ちる。耐えた。この後どうしよう、どう戦おう。チャンピオンラッシュ。挑戦者手が出ません。見てきたビデオとずるいくらい違う。こんな人とどうやって戦うんだ。やばいぜ、撃たれっぱなしだ。この撃たれ方は危険だぜ。まずいですよ会長。止めますか、タオル入れますか。どうした小僧、追い詰められた時の貴様のファイターどこへ行った。ボルグ戦の時のあの勇気はどこへ行ったんじゃ。やった、ボディでそのまま沈む。ついにダウンか。こんな人とどうやって、どうやって戦えばいいんだ。どうしよう。どうしよう、戦いようがない。最初からこの人には。さてどう戦う。伊達さんとのタイトルマッチを目標にやってきたから、今までやってきたことを全部出し切ろうと思います。僕は
挑戦者ですから。そういえばそんなこと言ってたっけ。まあこのうちかろうじて残した。しかし絶対絶命。小僧、僕は全部出し切ったのかな。チャンピオン上から狙い撃ち。あ、なんだ、まだ手は動くじゃないか。まだ体も動く。僕はまだ全部出し切っていない。何？幕の内下から突き上げた。強烈なアッパー。すげえのが入った。幕の内チャンスだ。足が言うこと聞かねえ。まずい。僕はまだ全部出し切ってない。でも足もまだ動く。来る。今の状態じゃ首をねじる系統もできねえ。体が動くうちは終われない。まずい。動け。終わらない。動け。ここでゴング。第4ラウンド終了。両者引きずるようにしてコーナーに引き上げます。それにしても凄まじい粘りを見せる挑戦者。ダウン寸前から放った起死回生の一撃は第5ラウンドに逆転の望みをつなぐ一発でした。あのアッパーは普通出ないぜ。逆転あるよこりゃ。だがもらっても倒れねえ伊達もすごすぎるぜ。心臓に悪すぎる。幕の内の試合はいつもこうなのか。そうっすそうさ、いつも通りじゃねえか。必ず逆転してくれるさ。全く先が分かんねえ。一体どうなるんだこの試合は。ねえ高村さん。やかましい。黙って見てろ。そうっすね。ボクサーから見てもこんな試合なかなかお目にかかれないですしね。一瞬たりとも目を離せねえ。頑張れよ一歩。俺にも分かんねえんだよ。仕留めじゃアドレナリン。はい。晴れが人に氷のを当ててくれ。はい。どうじゃ小僧、目は見えてるか。いいアッパーじゃった。だってもう時も抜かれたろ。ダメージはゴムゴムじゃ。やれるか。次のラウンドもいけそうか。なんじゃ動く。また動く。おお、そうか。動けるか。出し切らなきゃ。うん、全部出し切るまで終わるもんか。僕は挑戦者なんだから。終わるもんか。意識が。治療なんざ後でいい。マッサージだ。足の痙攣を止めてくれ。とんでもねえ野郎だな幕の内は。俺はさっきまで KO 勝ちを確信してたんだぜ。頼むぜ。1分でいいんだ。動くようにしてくれよ。ギタギタにしてきてやるからよ。しくしゃあの野郎。ただじゃ済まさねえ。ぶち壊れるまで殴ってやる。くそくそ。セコンド。いいか、スクリューブローが来るぞ。左のガードは絶対外すなよ。貴様のパンチならひっくり返せる。頑張れ。聞こえるか、小僧。危険ですね。うなずいてはいますけど。理解できておらんじゃろうな。どうだ、踏ん張れるか。行ってくれ、おやすん。さあ、第5ラウンド、場内割れ目
て奇跡の逆転があるのか。くそ、さっきの一発で盛り上がっちまいましたね。無理もねえやな、伊達のダメージも相当なもんだからな。いや、それだけじゃないっすよ。あんなカッカ来てる伊達さん初めて見ましたよ。嬉しい限りさ。え、衛星だの大人のチャンピオンだの言われてるが、俺にとっちゃそんなの本当の伊達じゃねえんだよ。久しぶりにおやっさんなんて呼ばれたな。一瞬タイムスリップした錯覚にとらわれちまった。思い出すぜ、コンビを組み始めた頃、お前はいつだって喧嘩腰でコーナーを飛び出していったっけ。若くエネルギーを持て余してた頃の姿とダブってくる。ここへ来てついに最強の姿を取り戻してきたぜ。さあ第5ラウンドのゴングが鳴った。ホークス、チャンピオン出た。手数で押しまくる。一歩守った。また不正だ。左のガードは硬い。離れたら左ガードを固めて、くっついたら小さく連打。練習通りだ。隊長、一歩くん、ひょっとして意識が。いや、戻っておらん。意識をなくして、それでもわしの言いつけを守って戦っとる。もはや練習熱心などという言葉では語れんわ。わしはこれほど貴様に信頼されとった。信頼に応えねばならん。限界まで戦わせてやる。しかしその限界を少しでも超えたら、躊躇なくタオルを投げ込むぞ。精子を無事に家に返す、それがトレーナーの最後の仕事じゃからな。頑張れ小僧。意識をなくして、それでもわしの言いつけを守って戦っとる。わしはこれほど貴様に信頼されとったのか。信頼に応えねばならん。限界まで戦わせてやる。しかしその限界を少しでも超えたら、躊躇なくタオルを投げ込むぞ。戦士を無事に家に返す、それがトレーナーの最後の仕事じゃからな。頑張れ小僧。伊達さん、スクリューブローにこだわらないで回り込んでください。こだわっちまうさ。コークスクリューは足先から拳まで連動させて打つ。まさに自分の全てをぶつけるパンチだ。そのパンチで半死半生の男を仕留められないとくれば、屈辱以外の何でもない。ましてや世界を狙うなら、あいつは最後までこだわり続けるだろう。そういう男だ、伊達さん。一歩のやつ、もう振り回してるだけだぜ。大したもんだ。それでもスクリューブローだけはきっちり止めてやがる。よけた、よし、いいぞ。頑張って、待って。なんだよ、フラフラじゃねえかよ。あいつきっと意識が朦朧としてるんだ。目だってあんなに腫れて、まともに前も見えてねえだろうに。俺たちの声に反応して
そこだ、撃て撃て。頑張れ頑張れ頑張れ幕の内、頑張れ頑張れ幕の内、頑張れ頑張れ幕の内、頑張れ頑張れ幕の内。何やってるお前たち、応援団長に続けんか。挑戦者ボディを突き上げた。頭をぶつけてボディを連打。そのまま押し返さ。まだ力を残しているのか。すげえ押してるよ。まだ力あるじゃん。やろう、上等だ。やった、チャンピオン、またもつけて応戦。ボディの叩き合いだ。よし、聞くなエイジ。昔のてめえなら喧嘩をして打ち合っただろうが、打ち負けんな。一歩くん、挑戦者が徐々に前に出てきた。接近戦に分があるとはいえ恐ろしい底力。クソが、この仕掛かられちゃ打ちにくいったらありゃしねえ。どっからこんな力が出てきやがるんだこの野郎。ボディ攻撃が冴える。チャンピオンコマンの表情だ。離れろ。また頭からいった。離れやがれ。どれ、何、また押してきやがる。ついに打ち勝った。ダウン。チャンピオンの体が離れた途端にバタリとスカイボーが取れたかのように倒れました。先ほどの3ラウンドのダウンとは全く様子が違います。明らかにダメージが蓄積されてのダウン。これはもうカウント以内に立ち上がれそうにありません。ワン、カウントなんてもういいわ。こぞ。おっと、幕の内が体を起こした。タツキだ。立つぞ。まだやる気だ。頑張れ幕の内。押してきていたんじゃない。俺に寄りかからないと立っていられない状態だったのか。俺を探しているのかよ。凄まじいまでの逃走本能だ。見事すぎて声も出ねえ。そうだ、俺はここにいる。立ってこいよ。とどめを刺してやる。だから立ってこい。幕の内、目を見せて。幕の内、ファイティングポーズ。やるのか、やれるのか。なんと判断の難しい選手だ。止めるべきか、どうしろ、投げるべきか。ま、待て、幕の内。おっと、レフェリーの掛け声を待たずに前に出た。バックス。ありがてえや、近づいてきてくれたぜ。実はよ、さっきのボディ打ちが効いちまってよ、こっちもポンコツ寸前なんだよ。
さあ、チャンピオンが余裕を持って構えた。幕の内はじりじりと間を詰める。こちらももう一息。幕の内一歩無理だよ。もう戦いこねえよ。今まで相手に寄りかかってなきゃ立ってられなかったじゃんか。奇跡はもういいよ。お前のその姿が奇跡だよ。ダメだ。わざわざやられに行くようなもんだぜ。ボディだ。今のおっさんには何の余裕もねえ。ボディで落ちるぜ。ボディってさっきの連打が効いてるんすか。言われてみれば伊達さんコーナーから出てこねえ。ってことは一歩ボディだ。ボディ高け。伊達さんはそれで落ちるぞ。挑戦者ボディ。入った。安定感効いている。チャンピオンの腰が落ちた。同時に来た。かすっただけで。だっていける。もう一発だ。リバーブを。ダダさんがコーナーに突っかえた。絶好の的だぜ。違う、突っかえたんじゃねえ。おっさんがしたのはバックステップ。シングが大きい。挑戦者。しかし立っているのはチャンピオン伊達英二。試合終了。